どうも、今回ですけれども、ネギ塩豚弁当の6日分作り置きして冷凍したいと思います。冷凍した後の使い道は職場に持って行ったり家で食べたり、使いようとはいろいろあります。1食182円になっているので節約にもなります。それではまずご飯を3合炊いて先に冷ましておきます。続いて材料を紹介します。白ネギが4本。豚肉を強引に1キロ。すべての材料がちょっと見にくいですがこちらとなります。合計金額が1096円で6日分弁当作りのスタートです。まずは白ネギを水で洗い切っていきます。ネギの先端の部分は少しカットして斜めスライスに切っていきます。大きさはこれぐらいといったところでしょうか。次にごま油を大さじ2、豚肉1キロを大量投下します。一気に炒めて、ニンニク小さじ1、塩2つまみ、鶏ガラの素を大さじ3、酒大さじ1、ポッカレモン小さじ1、ブラックペッパーを適量入れます。白ネギを入れていきます。白ネギに火が通ったら完成です。これがもうめちゃくちゃいい匂いです。弁当箱に詰め込んでいきます。肉もがっつり盛り込んでいきます。冷蔵庫に白ごまがあったので振りかけていきます。皆さんどうでしょうか。半端なく美味しそうな匂いがします。テンションフルマックスです。もう隣に人がいたらハイタッチしたいです。今すぐに。最後にパパッと蓋をして、パパッと冷凍庫を開けて、パパッと弁当を入れていきます。本日の洗い物はこれだけでした。洗い物が少ないだけでもすごく助かりますよね。ちなみに冷凍庫から解凍するときは電子レンジで600ワット5分です。そしたらいい感じにホクホク出来上がります。本日もご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。